お疲れ様です。ナイミです。今日は皆さんになぜこんな格好をしているかというと、あの大人気テレビ番組しくじり先生、私みたいになるな、私バージョンをやっていければなと思います。私の人生は本当にしくじりばっかりの人生で、それをもとに私は本のオファーが来て、今日はその中から少し切り取ってしくじりストーリーを話していけたらなと思います。まずこの数字が何の数字か皆さんゲスできますでしょうか。この3の数字が何を表すのかというと、あ、これは私が前に付き合ってた方が私の目の前で、まあ、女性とディープキス、女性とハグして寝て、そして女性と、まあ、性交渉をしている出来事の数になります。私がジェイコブの前に付き合ってた方は、私は3年付き合ってたんですけど、3年付き合っていたって言うと、ちょっと語弊があるんですが、1年付き合っているかどうかわからない時期がありまして、1年、まあ、確実に付き合っていた時期がありまして、で、もう1年は別れた後も続いた数になりますので、3年といっても本当に実質付き合ってたっていうラベルがつくのは1年ぐらいになります。なので私はダメを好きすぎてホームレスになってしまった先生になります。私見てもわかるように、結構強い女性というか、意見を言う女性として、多分ポッドキャストでも YouTube でもそういうイメージがあるかと思いますが、そんな私がじゃあなぜカテゴリー化するとダメをに引っかかってしまったのか、それで今日こちらをご用意いたしました。アメリカ人ダメ男に引っかかる女性の特徴トップ5ということで、私の人生を一緒に顧みながら、私みたいな女性になってはいけないよっていう、私がね、先生となってお話ししていけたらなと思います。アメリカ人ダメ男に引っかかる女性の特徴1、真面目で恋愛経験が少ない人ということで、私本当に恋愛経験が少なくて、ね、高校生の時も恋愛というのは一切もしてきませんでしたし、プライムタイムと呼ばれる高校卒業、大学はもうアメリカにいましたので、正直その恋愛ができる環境にはおらず、恋愛というレの字もわからないままアメリカに来てしまいますと。もう20歳になっていた頃に彼と出会います。今度どうやって彼と出会ったかっていうと、職場恋愛だったんですが、で、その時の私は一目惚れをしてしまいます。彼と出会った頃の当時の写真がこちらなんですが、今よりも少し体重は太っている感じなんですけども、そんな私が彼と出会ってしまいます。彼が直属の上司だったので、何かあっても彼に連絡すると、何か困ったことも彼が助けてくれるという、そのパワーバランスだったんですよね。まあ新入社員が先輩の女性を好きになるとか、先輩の男性を好きになるというのはよくあることなんですけど、私も同じ経験をしました。彼はその時25歳だったん で私も5歳上、また魅力的な年で、その彼に私はどん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 のめり込んでいきます。で、そこでのしくじり1、私が入ってきてパーティーがあったわけですよ。で、彼以外にも働いてる同僚とかが小さいアパートに集まるわけですよ。もう結構お酒が回ってきた、私は飲んでないですよ。だからはっきり覚えてるんですけど、まあ、家に帰る前にちょっと彼と話したいなと思ったんですけど、彼はこのある女性を部屋に呼んで、それから一夜を過ごすことになるんですけど、それを見て私はこの人は遊んでる人なんだなと思ったんですけど、遊ばれてもいいかなと私は思ってしまいます。そこがまず失敗どころの一つなんですけど、アメリカ人のダメ男に引っかかる女性の特徴第2、それは好きすぎること。で、私はさっきも言ったみたいに一目惚れで好きになってしまったので、目の前で、まあ、私の同僚が部屋に入っていって一晩を過ごしても、私は遊びでもいいからその中の一人になりたいと思ってしまう。それで、まあ、その人が辞めることになって、訪問販売だったんで結構厳しい職場だったんで、辞めた後に私は、まあ、彼を、まあ、独占できるといったら独占できる立場になったわけです。で、彼と曖昧な関係が始まってしまうと、付き合ってもいないし、会社だったんで付き合っていることは公開できないから、なんだけれどもがあるという感じの関係を持ってしまうわけです。アメリカ人と付き合うことでちょっと注意してほしいことが一つあるんですけど、それは何かというと、アメリカ人が付き合いましょうと、このリレーションシップをデファインしない限り付き合ってはいないわけですよね。日本は最初に付き合ってくれませんかと言って結構付き合うはずなんですけれども、アメリカは、それは付き合ってんの付き合ってないのっていう会話があるんですけど、私は恋愛経験も少なかったんで、そして遊ばれてると思ったんで、それを聞くタイミングが1年遅れてしまいます。
でそんな中、まあ、社長がねクラブに行こうってみんなを誘っていくんですけど、もうその社長がすごいお酒を飲む人で、もうすごい量のお酒が入って回るわけですよ。元彼もね飲む人で、酒の飲み方があまり良くない人ではあったの で飲みまくって飲みまくって、一気に記憶をなくすぐらいまで飲みまくって、でそしてクラブで私がパッと目を上げたら、その目の前の女の人とディープキスをしていたと。でそれを見た時に、あ、これは本当に私は遊ばれてるんだなと、第二の遊ばれてるんだなという瞬間があるわけです。すごい傷つきましたけど、でも HY のね、あなたっていう曲を聴きながら、私はこのままでもいいんだわというか、聞きながらそう思いました。まあ、正直ね、好きすぎて自分を見失うっていうケースが結構多くあると思うんですけど、女性の場合も男性の場合もそうかもしれませんが、まあ、女性はね、できるだけ愛された方が幸せだなと今になっては思うんですけど、私がこの彼の家に上がり込むという形で過ごしてたんですけど、会社には言わない体でね、と今度はまあ他の人の家のパーティーがあるということで、パーティーに行くと、また飲みすぎて記憶を飛ばして、そしたら私がこう起きた時には、もう彼は知らない女性と抱き合いながら寝ていたと、っていうことが私の目の前で3回ぐらい起こっていくと。でそれでも自分が好きだから、そばに入れるだけで私は幸せ者だと思おうと。すごく仕事もできましたし、彼はすごく話術も上手だったんで、この人が私を選んでくれるだけでもありがたいと思わなければならないという、よくわからない呪文にかかりまして、彼がいつか私の存在に気づいてくれるだろうと思い、少し尽くすわけです。ダメ男に引っかかりやすい女性の特徴ナンバー3、それは付き合うととことん尽くしてしまう女性なんですか。私もすごく付き合った人には結構尽くしてしまうタイプではありまして、でその時はもう彼と一緒にネバダ州まで行くっていうことを決めていて、ワシントンからネバダ州に移った時なんですけど、その時にちょっとトラブルがありまして、彼のルームメイトの一人が10万が入っていた小切手をトイレでなくしてしまいまして、でそれで私はなくした10万円を肩代わりしてくれないかと言われ、私は彼が困っていると思ったので、私は10万を貸してしまうと、一緒に住まわせてもらうということを、まあ、条件に10万円を渡してしまうんですけど、そんなことだったりとか、彼が帰ってくる時間に合わせて帰ってきてご飯を作ってあげたいとか、なんかこう世話をしたくてね頑張ってしまうと。そんな彼がね、結構仕事はできるんですけど、家庭がねあんまり上手じゃなかった人なんで、支えてあげなきゃっていう思ってしまうんですよね。母性本能が強すぎると、もう私が支えてあげなきゃこの人はダメになってしまうわと思いましてでそれで支え始めるわけです。それもまたダメ男に引っかかる原因なのかなと思いますが、それで結局自分の身の丈以上のものを尽くし始めます。アメリカのダメ男に引っかかってしまう女性の特徴ナンバー4、経済力が彼よりも低い。やっぱり彼の方が稼いでましたね。私は学生なんでね、彼に頼るしかなかった。まあ、さっきも言いましたけど、10万を渡したのは、まあ、無料で泊めてもらうということを条件に済まさせてもらってはいたんですけれども、その時は本当に自分が稼げるような金はなかったので彼に頼るしかなかった。で本当に経済力が女性にないっていうことほど惨めな立場に立つことはないと思っているので、それを経験して、まあ、付き合っていてね、うまくいかなくなり始めたわけですよ。喧嘩も多くなって、でいつか別れる日が来るのかもしれないけど、彼は絶対そういうことをしないと、私はこんなに頑張ってるんだからと思ったわけです。なんですけれども、どん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 うまくいかなくなっていった時期に喧嘩になり、まあ彼から切られるというか、私は別れようと告げられて、彼の経済力で私は生きていたのでホームレスになりますと。で一時期私は家がなくなってしまって、どうしようと思って、でそのまま近くにいたおばあちゃんに泊めてくださいって言って他人にお願いするんですけど、それはまあその話はまた今度の話にしようと思うんですが、そういうふうに彼の経済力が良くて自分に経済力がないと、こういう事態に陥ってしまいますと。ダメ男に引っかかってしまう女性特徴で、最後は推しに弱いで、結局のところホームレスになって一旦関係が切れたはずだったんですけど、でも私はもうそのまま好きですから、ずっと HY の曲聴いてるんで、彼がまた会いたいとか寂しいとか言い始めると、もうその推しにねノーと言えずに彼のそばに行ってしまうわけですよね。で結局付き合ってないのに夜の関係はあるとかっていう状態がまた9ヶ月間続いてしまうと。
そんな本当にしのさんがよく言いますけど、ドアマット、人に踏まれるだけのような恋愛を私はしてきていて、でそれで気づいたことがありますと。視聴者の中でドアマットみたいな恋愛をしてるなと思った方は、まずはこの質問を自分に語りかけてみてください。その関係の中にいて幸せですかっていうことです。彼のやってる行動を見てて辛くないですかと。一緒にいて理解がある人だったりとか、一緒にいて成長してくれる人を見つけることが長続きの秘訣ですが、自分が無理していたりとか、自分が頑張りすぎている状況に立つと、やっぱり長くは続かない。やっぱり自分が苦しくなってしまうので、それで嫉妬も生まれますし、だから本当にその関係幸せですかっていうことをまず自分に問いてほしいなと思います。でもしそれが苦しいだけ、私の恋愛みたいに、ね、苦しいだけの恋愛をしている方だったら、私もこう9ヶ月はかかりました。私も綺麗にスパッとなんかもう連絡を切るという恋愛はできていないので、何とも言えないですけど、いつかは自分にもうこれはもうやめようと、自分がこんな惨めになる恋愛をやめようって思って、その場を立ち去る勇気っていうのを持っていただきたいなと思います。で私もこの9ヶ月本当にボロボロになるまで、もう連絡がいつ来るか来ないかわからないその彼とね、一緒にいるっていうこの関係を続けてきて、もう惨めで惨めで仕方がなかったです。でこの世には1億人何億人っていう男性がいるわけで、とにかく全てと思わなくても他にいい人がいるなと思って、そこからまあ Tinder の地獄っていう、私はまたしくじりを犯すんですけれども、まあ、そういう風に違う人の価値観を見て、あ、この人全てだと思ってたけど、まあ、全然違ったなと思うことができたので、自分でねこのままじゃダメだと思って抜け出す勇気を持っていただきたいなと思います。これが私の恋愛しくじり先生、私みたいにはなるなについてでした。でこの動画がいいなと思った方はぜひライク、質問忘れずに、またしくじりストーリーを聞きたいなと思う方はぜひライク、コメントをよろしくお願いいたします。で今日はこれで今日の授業を終えたいと思います。Thank you so much for watching. I hope you're having a wonderful day. Please follow me on all the social media. But I'll see you in my next video. Bye! I can't sit still for a minute. I'm so dead set on indifference. Keep it Charlie, stay down with them Dickens. Let's get around like it's the 80s.